皆さんこんにちは。ファンケルクラシック現地レポート動画4日目、本日は大会最終日となりました。本日の動画では大会に携わる皆さんと優勝者にファンケルクラシックの存在についてお伺いしようと思います。よろしくお願いします。ファンケルクラシックは、プロと、ボランティアと、それからファンケル社員と、そして多くの、ギャラリーの方、この四位一体で盛り上げる大会です。地元の本当にたくさんの方に支えられて、ここまで21回やってきました。シニアの元気が日本の元気ということで、しっかり盛り上げていきたいと思います。ありがとうございます。年に1回のお祭りと同窓会ですね。ファンケの社員さんも一緒になってボランティアと一緒に動いてまして、それがやっぱりそのファミリー的な感じがやっぱり他のレギュラーの大会なんかのボランティアと違ってすごく雰囲気が良かったものですから、だからそういう方で社員さんともこう、あ、また今年も来てますねということで、ね、だからそれも楽しみにしつつ、もうファンケルクラシックはもうこちらのテーマ通り我々シニアのもう一番の何より元気もらって帰れるプロを見たり周り見たりなので、もう本当ファンケルさんのねこの頑張りを今日も吸収して帰りたいと思います。やっぱりファンケルさん一番いいですよね。何がいいってね、毎年アンケートの書くのにもうスタッフの方の笑顔で出迎えてくれるのがもうすごいいいと思って、こういう大会ないですもんね。やっぱねなんかイコール裾野みたいな感じがありますけど、そうですね、18番の湖があるじゃないですか。あそこにファンケルクラシックって出てるんで、いつも来るとあそこで写真を、ここが、そう、ここでプロがやるんだねって。ご覧いただきましたように、鈴木薫選手がトータル11アンダーで優勝いたしました。おめでとうございます。いや、もう最高です。もうこのファンケルクラシックで勝つというのは念願でした。最高です。そうですね、やっぱり先ほども言いましたけど、そう、自分のやらなきゃいけないことをやりきれた、スイングをゆったりテンポで振るっていうのをずっと心がけて途中までちゃんとできたんで、それが一番大きかったかなと思います。もう早く勝たなきゃって思っているうちにだんだん年を取り、そんなに簡単なことではなくなってきた中でこうして今日勝てたことはもう最高の喜びで、もうこうなんか誇らしげな誇れることだと思います。いつも応援していただいてありがとうございます。久しぶりの有観客ということで、やっぱりギャラリーの皆様が応援してくれる声が届くと僕もやる気になりますし、シニアの試合は面白い楽しいって言っていただける中でこうもっとこう厳しさだったりね、先ほども言いましたけど50代から上は70オーバーまでこういろんな選手がいる中で戦ってる大会なんで、どん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 選手も頑張っていくと思うんで、これからも応援をよろしくお願いします。優勝カップの贈呈です。ファンケルクラシック現地レポート動画4日目、大会最終日が終了いたしました。4日にわたりご視聴いただきありがとうございました。また来年お会いしましょう。さよなら。